ならんことを。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。あ、ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ギコ大の大の飛んでけー。エネルギー解放、消えろ。殲滅。
美しい青空が広がる京都レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。現在1番人気はエアグルーヴ、続く2番人気はサイレンス鈴鹿、注目のグランプリウマ娘8番17番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、11番セイルンスカイ、期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、サイレンス鈴鹿先頭に立ちました。続きましたセイルンスカイ、早くも激しい競り合い。そして11番外から外からエアグルーヴ、1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。セイルンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭をかけますセイルンスカイ、続いて11番、そしてその後方にはサイレンス鈴鹿、4番手にエアグルーヴ、エアグルーヴ落ち着かないようです。現在1番手はセイルンスカイ、後ろ3番手にサイレンス鈴鹿、エアグルーヴここにいます。ここまでが先頭集団、先頭集団を見ていきましょう。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13橋、さらにセイルンスカイ、さらに外11番、そしてその後ろから行くのはサイレンス鈴鹿、2馬身、3馬身、エアグルー、1馬身差、桜爆心号、少し離れてメジロライオン、少し後ろからスーパークリーク、おれ1馬身差、1番、外を通りまして18番、その内並んで6番、1馬身離れてゴールドシップ、さらにキングヘイロー、1馬身差14番、さらには7番、内を回って5番、そしてその後方には13番、11番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。11番、彼女の客室には合っていますね。さらにサイレンス鈴鹿、エアグルーヴ追走、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。エアグルーヴここで抜け出した、まだ先頭は動かない、これは直線勝負になるか。ゴールドシップ前に出しているぞ、4着を切りました。最終コーナー、先陣を切ったのはエアグルーヴ、ゴールドシップ行きました。ゴールドシップ追い上げる、抜け出したのはエアグルーヴ、だが後続も追いすがる、残り200、ゴールドシップ強烈な追い上げ、並びかけてきたのはゴールドシップ、ゴールドシップ抜け出した、ゴールドシップ足色は衰えない、ゴールドシップ一着でゴールイン、実力を遺憾なく発揮しレースを制した。はいはい、チョキ